皆さんこんばんは。今日も楽しく流星ラジオを行っていきましょう。はい、いよいよですね。はい、はい、今日から2月。はい、まだまだ寒いんですけど、幾分なんか日が伸びたと思いません？ほんのちょっと気持ちいい ね。なんかもうすぐ節分、立春とかになりますんで、まあ、季節的には春が近づいてきたなっていう感じなんですけど、日が長くなって、暖かくなりますね。どうなんでしょう、この、まあ、順調に暖かくなりますか？雪とか降りそうですか？これからまだちょっと降るところもあるんですけど、西日本とか、あとこっちの日本海側とか、ひとみちゃんは気象予報士を目指しているのでかなり気象のことは詳しいんですよね。ただね、今年の夏も猛暑です。2023年の夏は暑い。暑いです、こちらもまた。冬は寒く、夏は暑くて、まあ、これだけ寒いとね、なんか夏が恋しいんですけども、また夏になったら夏になったでね、暑くてフラフラしちゃうんでしょうね。そうですね、まあ、その四季があるのが日本のいいところでございます。そうですね、今ちょうど季節が入れ替わりつつあるのかなっていう感じでございます。はい、はい、でまずはいろいろねご案内をしたいと思います。はい、鳥越あずうり FM、鳥越神社の斜め前にありますけれども、こちらの番組を応援しましょうという、はい、友の会がございます。この友の会に入るとですね、はい、なんと番組のスタッフでしか入れないようなディレクタールームとかガラス越しのね、ところから番組を観覧することもできますし、パーソナリティとツーショット写真とか撮れるという特典もありますので、はい、ぜひこちらの方ご興味ある方は鳥越あずうりのホームページから、ちょっとね、はい、文章を読んでみてください。よろしくお願いします。そしていつもねこの放送局来ると感心するんですけど、なんかすごい空気が綺麗というか、そうなんです、森林にいるような感じなんですけど、なんか秘訣があるんですよね。なんと、はい、こちらの鳥越あずうりは、はい、コロナ対策にも完璧です、うん、すごいすごい。演者スタッフの検温必ず行っております。換気は50分に1回行っています。僕らがね入ってくるとき必ず検温するんですけど、そうなんですね。ひとみちゃんはちなみに今日は何度？36.4。 36.4、 はい、はい、南雲さんは35.4。 ちょっと少なめでしたけどね。寒いですからね、はい、外から来るとね体が冷えてますから ね。おでんを食べた後だともうちょっと上がるんでしょうけど、そうですね、はい、はい、番組入れ替え時はスタジオ内は全て消毒しています。除菌機器を導入しています。鳥越あずうり FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がたまにマイクに入って、お聞き苦しい点があると思いますけれども、ご理解ください。よろしくお願いいたします。はい、時々ね緊急車両通りますよね。救急車とか通りますね、うん、その辺がなんか生放送っぽくていいですよね。いいですね、はい、本当に生放送だということを証明すべく、僕らの番組は皆様からのメッセージを募集しております。メッセージの宛先なんですけど、鳥越あずうり FM の公式ツイッター、はい、こちらのダイレクトメッセージからひとみちゃんとかゲストの方への質問とか何かありましたらね、どんどんお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんとこの番組流星ラジオ始まって1年だそうですね。ね、なんと、はい、お花がですね、ゲスト様のはやどん様からお花が届きました、はい、ありがたいですよね。放送局でさ用意してくれなかったものですね、ゲストが用意してくれるって本当にありがたい限りですよね。なんか癒されますよね。癒されますね。でもよく1年持ちましたね。そうですね、はい、1年間楽しかったですね。なんか印象に残ってる出来事とかありますか、1年間で？あ、そうですね、ほぼ忘れましたね。楽しかった楽しかった全部楽しかったです。全部楽しかったね。ゲストさんがいる、これはって一つ選べないですよね、うん、選べないです。毎週毎週が素晴らしい、毎週毎週素晴らしいゲストさんで、はい、今日もまた素晴らしいゲストの方がね、お見えになってるので、後ほどまたねご紹介したいと思います。はい、それではひとみちゃんの曲を1曲ご紹介したいと思います。はい、はいはいはい、忘れちゃいましたね、スモーキーマリリンは今夜も大忙し、どうぞ。
ネクタイ曲がってないかな。大丈夫。大丈夫？よかった。ないけど。はい。さあ、2月のゲストも素敵な方をお迎えしております。赤一色。はい。We are Reds っていう感じですけどもね。はい。ひとみちゃん、こちらのイケメンの好青年ご紹介いただけますでしょうか。はい。はい、We are Hayadon。We are Hayadon。私たちは Hayadon です。さすが英検3級ですよ、ね。素晴らしい。全員ハヤドン。あなたもあなたも私もハヤドン。なんかねハヤドン探せみたいな感じですけど。さあ、3人のハヤドンが揃いましたけど、どうだったか、本物のハヤドン。はい、で真ん中の方が本物のハヤドンさんでございます。はい、どうも。ライターさんです。こんばんは。赤いスーツは平和の印。ハヤドンです。よろしくお願いします。ハヤドンさんね、よくあの番組にもメッセージとかいただいたことがあってご紹介してたんですけど、素晴らしく声が美しいというか。あ、いやいや、もうとんでもございません。違うよね、普通の声とね。そうなんです。艶があって、なんだろうな、こう人の心を射抜かれるような、いや、またまた、まるでやぶさめのような声ですよね。そうなんです。あのハヤドンさんが歌われると、はい、うん、中野の街が揺れます。中野の街が揺れる。すごい入れましたね、この間ね。そういえばそれは中野で歌ったからなかなか入れたわけですか。中野の名曲堂でね、ここは台東区浅草橋なんですけど、ここでね放送中を揺れてますよね、はい、揺れてましたか、放送局が。いや、大変失礼しました。喋るリバーブっていう感じですけどね。はい、どうぞ。なんでこんなに声が美しいんですか。それはなんか持って生まれたもんなんですか。いやいや、後天的に努力を。もう決して美しいことはもう何もない。いや、美しいですよ。これはね、謙遜中の謙遜っていう感じですけども。いやいや、もうとんでもございません。はい。でもまああの、うん、自分の肩書きにもあるんですけど、あの、はい、ボーカルトレーニングを、ボーカルトレーニング、ハヤドンボーカルアカデミーの校長先生なんですよね。まああの最終的には。まあ、そう名乗らせていただいたんですけど、はい、あの自分でやっぱりカラオケとか好きでね、はいはい、それでもっともっと磨きをかけたいなとなった時に、うん、やっぱカラオケだけ練習するんじゃなくて、もう発声から取り組んでみようと、はい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 、そう思ってあのカラオケ教室ではなくて、ボーカル教室の方に、うん、行きまして、そこで約3年。それはその例えば音程をちゃんと取れるっていうのだけじゃなくて、なんかこう情感を込めた声が出せるようなとか、そういう感じなんですか。そうでした。あのむしろあの音楽的なことを教えていただくというよりも発声ですね、うん、発声発声というのもなんかね、世の中にあまたあるかと思うんですけど、ひとみちゃんね、先週末には民謡の先生に会って、民謡の発声法とかひとみちゃん習ってましたけど、ハヤドン式発声のコツっていうのはどういうところにあるんですか。いや、コツ、そうですね、はい、もうとにかくたくさん吸って、たくさん吸うで、もうたくさん吐く、もう最後まで吐く。コツってありますか。なんか口で吸うとか鼻で吸うとかエラで吸うとか。まあエラーも使えれば、はい、エラーも使いつつですけど、はいはい、僕はやっぱ鼻ですね。鼻で吸うんですね。うん、鼻どうですかね、瞳もね。瞳ちょっと鼻で吸ってみてください。鼻というか口はもう口はあまり使わないような開けときつつ、やっぱ鼻でとして、まああの胸はあんまり良くないと言われますけども、体全体を膨らませるように。よくお魚が外敵に襲われると膨らまして大きく見せるとかっていうのは、ね、風船のようにこんな感じで、なんかね、口から吸おうとするとなんか一気に入りすぎちゃって、あ、なんか慌てちゃうっていうか、うん、鼻からの方がスーッとこう、うん、あのこう充満していく感じになるんですよね。だからまずはもう思いっきり吐いといて、吐いといて全部なくしといてから、しょぼーんとなっ てから鼻からだん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 こう風船が膨らむように、でもお腹が張るぐらいに。そう、人もやらなきゃ。やってる？やってるで、まあマックスになりました。ふっくらになったら、その後どうしますか。もうあとはもうあの同じ要領ででしょうね、はい、あの強くも弱くもなく、はい、あ、イーブンな感じでこう、はい、もうずっとできるだけ長い感じ、はい、はい、だからそれがあの歌のあの4小節8小節だったら、その間にも抜き切っちゃうみたいな感じで、なん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 とかでって言ったら、そこまででまず吐いちゃって、はいはい、でブレスの時にまた、これ短いからね、短い、あの吸うのはじゃあ割と素早く、そうなりますね、長くという感じなんですね。もう練習の時はもうあのそこまで考えなくていいと思うけど、歌になるとそうなりますね、もう半拍で吸い直すみたいな。それはもうプロの方がね、あのご存知と思うけど、
だからどちらかというとそういうあの吸って吐いての練習を非常によくしましたのと、うん、あとはもうねあのその人間の体にはいろいろ空洞があるんだと。空洞、はい、まずは口の中に空洞があるから、はい、やっぱ口を大きく開けなさい、うん、それから口の上の鼻の上にはこう鼻腔という鼻の骨とね、うん、その奥に空洞があるんだ、うん、だからその鼻の奥にある空洞を使いなさい。だから鼻声みたいなのもそうなんだけど、はい、ね、あの鼻の頭を押さえてこうあのビリビリとなるような感じでうーんって言うと、うーではこう唇しか震えないんだけど、うーんってやるとこう鼻が鼻腔という部分も震わせた方がいいわけですか。そうですね、そうなんか響いて、でさらに頭蓋骨の中にも空洞があるからそれを使いなさいと。多分僕は空洞だらけですね。そうです、僕も。そうそう。もうそう。なんかちょっとヘドバンなんかするとなんかねスカスカしてるのを感じちゃいますけど、そうですか。じゃあまあおよそなんて大半の人はまあスカスカなんじゃないかと思いますが、中にはねぎっしりの人もいると思いますけど、まあ空洞じゃあせっかくですから利用した方がいいわけですね。そういうことですね。なるほど。もうなんかもう人間の体、うん、ね大きな人も小さな人もいても結局はもう限られてますから、うん、持ってる機能はね。もうそれを最大限使うしかなくて、だからああいう小柄な、まあ、昔では美空ひばりさんのようなね、はい、あの大きくは見るけど実は小柄な方だとか、あのあとはね安室奈美恵さんとか、はいはい、スーパーフライさんとか、ああいう小柄だけどすごい声が伸びたり出る人っていうのはやっぱり最大限使ってるわけですね。自分の空洞とかポテンシャルをね、うん、最大限に利用するということなんです。それだと思うんですよ。皆さんはじゃあもう十分それを活用しきれてないということなんですね。いやでもそれはやってるうちにだんだんとどこに空洞があるかっていうのは分かってくるわけですよね。そんな気がします。はい、体をどんどん使いましょう。はい、今日は早野さんが出演することは皆さんに内緒にしていたんですけども、たくさんの方からメッセージが来ております。すごいです。これ公にしてたら大変ですね。ありがとうございます。放送局の A4 の紙が全部なくなるんじゃないかっていう感じですけど、こうやってくるんですね。はい、ひとみちゃんは高校時代放送部だったんで、毎日お昼の給食の時間にね今日の献立はサバの味噌煮ですとかと言いながら残さず食べましょうとかやってるんですよね。そうです。はい、じゃあその時思い出しながらじゃあ、はい、メールをご紹介ください。いっぱい来てます。はい、来てますね。火星人さん、火星人さんありがとうございます。火星人さんありがとうございます。はい、ハワイ。はい、来ましたね。素晴らしい英語ですね。英語だ。火星人、うん、ハヤドンさんご出演おめでとうございます。ありがとうございます。ハヤドンさんだけに、うん、皆さんどんな丼物がお好きですか。ハヤドンさん、うん、丼物じゃなくて早弁だったりしてかっこわら。まい、寒さが続きます。体調にはくれぐれも気をつけてね。そうですね。火星人さん優しいです。火星人さんありがとうございます。丼物どんなにお好きですかって。素晴らしいハガキ職人のような感じですけどね。ねえ、ど、丼物なんとか丼ってありますけども、うんうん、ちなみに江中ひとみさんは何丼がお好きですか。ウニ丼が、あ、ウニ丼、ウニ丼、ウニ丼、あ、いいね。皆さん好きですけどなかなか食べれないですよね、ウニ丼はね。いっぱい食べたいですね、天気ね。そう、ちょっとしか乗ってないですからね、ウニ丼って言ってもね、もうご飯が見えなくなるぐらいウニが乗ってるようなウニ丼を食べてみたいですけど、まあ僕はやっぱりどうしてもね1週間に5回ぐらいカツ丼を食べちゃうんですよ。1週間に5回ほぼ毎日ですよ。まあ、うん、そうですね、時々お休みしますけど大体5回ぐらい。ハヤドンさんは何丼が好きですか。何丼でもね、もうやっぱり丼は大体好きですよね。大体好き。このご飯に乗せる感じがやっぱり好きですね。はいはい、あの別に食べるんじゃなくてね。親子丼も好きだし、うん、あ、でもやっぱり今はねもうなかなかもう庶民の手の届かないうな丼。うな丼、うな丼、もう夢の世界。うな丼夢ですか。食べたい。食べたい。国産のね、国産の。行きましょうね。あ、お願いします。ちょっとなかなか手に入らないですかね。うん、高いんですよ。高いあるけど高いんですよ。そうなんですか。でもね、もう色艶が違うんですよ、やっぱり。違う。いろんなものね、日本中ね、いろんなところで生活されてるので、はい、まあ、各地の美味しいものとかご存知だと思うんですけど、まあ、北は千歳から南は、はい、沖縄、沖縄までいろいろ生活されてて、これが美味しかったって、なんか3つ挙げると何ですか。もうね、うん、もう本当にね、うん、もう驚愕したのは、ウニ。ウニ、あの北海道の、北海道のウニ。もうね、色から違うんですよ。なんかね、
あの国内というかね本州とか、うん、まあねその他のを否定するわけじゃないですけど、はいはいはい、色合いがまず違ってね、なんかもうオレンジ色がちょっと違う、オレンジではなかったです、もっとベージュというか、ね、今ね北海道の知り合いも見てくれてると思うんだけど、はい、全く違うんですよ。じゃあ届くかもしれないですね、北海道の友達からね。で僕はねお待ちしております。ね、クール宅急便で、いやもうお待ちしております。お待ちしております。いやというのはあれですよ。でもね、もう初めそれ、うん、北海道のウニ食べて、うん、お寿司屋さん行って、はい、会社の先輩方と行って、ね、はいはいはい、そしてね、あんまりうまいんでね、うん、うまいですねって盛んに言ってたら、うん、よし、じゃあもう店にあるウニ全部持ってこいなんて、この上司がね、太っ腹で、そしたらいい上司ですね。もうね、桶にいっぱいウニの握りがやってまいりまして、はい、でまたうまいからもう一人で食っちゃって、はいはい、それでもう食べきって、で帰りがけにね、うん、板さんに、うん、今日の海ウニも大変美味しかった、うん、ごちそうさまですって言ったらね、うん、あなたでしたか、当店のウニをすべて食べていただいたのはって、ね、初めてですよって、ね、喜ばれました。ねえ、もうあれからね、当分ウニはいらなくなりました。まあ、そうしよう、それだけ食べればね。ねえ、もう本当によくお寿司は1貫2貫と言いますけど、大体何貫ぐらい食べちゃったんですか、それ。何十貫でしょうね。もう30とか、30、40。30貫若かったからですかね、あれ。あんなに食べたらよくないですよね、体にね。1人前って大体10貫ぐらいですもんね。何十貫、桶に入って出てきましたからね、よくね。すごい。銀の皿とかで入ってくるの、桶に、ね。かなり贅沢ですね。いやー、では贅沢させていただきました。あれはもう本当に生涯。はい、最高になんかうまかったウニっていうかね、うん、はい、他じゃあベスト3、あと2つ何いきましょう。あとはね、はい、あとは僕はね、なんといってもね、うん、いや、ウニは好きですよ。でも僕の中でのね、うん、日本、世界三大料理はやっぱりお母さんの作るおにぎりとカレーライスと、カレーライス、そしてね、そうめん。ハンバーグとくるかと思いました。いや、そうめんなんですよ。そうめんはそんなに家庭の味で出ます？でもね、茹でるまでは一緒、うん、一緒でもね、具がね、うん、いいんですよ。お母さんそうめんに具が入ってるんですね、早時計では。何が入ってるんですか？おつゆにですね、うん、おつゆにこう、おつゆの方に入ってるんですか？ね、だから錦糸卵とかハムとか、その辺は多分定番で、それ冷やし中華じゃなくて、あ、ではないですね。そうめんで入ってるんですか？入ってないんですかね。入ってないですよね。普通スイカ、あ、スイカで、あ、そうかそうか、うん、あ、なるほどなるほど、ぐらいじゃないですかね。いや、ただね、それだけじゃないんですよ。最もね、うん、みんなにびっくりされるのは、うん、シーチキンなんです。シーチキンをそうめんのそのつゆの方にドバッと入れちゃうんですよ。もうそれでもうみんなびっくりするでしょ。やっぱりあれをサラサラっと食べたいのに、はい、シーチキンの油が入ってネトッとなるんだけども、これがうまいんですよ、皆さん。やってみてください、ね。やってみてください。これでも今まで聞いたことないですね。聞いたこと多分ね、これ、そうなんです。それ、早どんけだけに伝わるような。早どんけだけなんですよ。地方でもないですよね。仙台でもやらないでしょ、そういうの。やらないですね。お母さんに僕も聞いたんですよ。これ、なんでシーチキンを入れることになっ、なんかみんな驚かれるんだけどって言ったらね、やっぱりその時具がなくて、お昼ご飯に出すのにね。それで、ちょっとそれ寂しいからと思って、シーチキンを出したら、なんかお前がすごいうまそうに食うんで、それから我が家の定番になったんだってね、言ってましたね。だから僕はみんなも入れてるもんだと思って。あの時まずそうな顔していたら、それはもう二度と出なかったかもしれないわけですね。なかったでしょうね。やっぱりそうやってこう表情でね、お母さんにそのなんて、美味しかったよって伝えたことが、それがまた続いて出てくるっていうね。そうですね、そうです、そうです。こうしてまた鳥越あずりで発表することによってね、ひょっとしたら日本中の家庭で広まるかもしれない。もう一回この夏一度お試しください。シーチキンそうめん。はい、じゃあもう一つの美味しいものは、じゃあもうこの映像の後にじゃあお届けしましょう。はい、そうですね。はい、ハイロさんは何といってもシンガーソングライターでございますから、いろんなところで歌っております。先日、中野ブロードウェイ2階名曲堂さんでハヤドンインスタライブが行われました。お世話になりました。はい、その模様をちょっとね、そうですね、隠し撮りしてまいりましたので、はい、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。すみませんけど、よかったらついでに見てってくださいね。うん、ありがとうございます。僕の名前はハヤドン。
船橋を中心に弾き語りなどをやっております。っていうかね、もう元々はただのカラオケ好きだったんですけど、あの姿はいやもう、ね、もうこの時ですね。いつもあれ着てます、これ着てますね。中野が揺れた日はこの日だったんですね。素晴らしい歌声を届けてくれて、いやいやもうこちらこそもう大感動でした。まあもちろんね、声もいいし演奏もいいんですけど、やっぱり隼人さんの良さ、そのトーク、トーク、そうですね、面白いですよね。遠い側面にそこにいるお客さんを飽きさせないというかね、うんうん、あれもやっぱり練習したんですか。あれは声じゃないですもんね、なんかこう話題というか、はいはい、テーマというか。いや僕ね、いつも思うのは、うん、やっぱり自分で歌う時っていうのは自分はいい歌って分かってるわけじゃないですか、はいはいはい、でも聴いてる方は、うん、その曲を知らない可能性もあるし、初めて聴く可能性もあるわけですね、まあ、オリジナルならもちろんそうだけど、うん、有名な曲だとしてもね、うん、だからやっぱりね、説明せずに折れなくなっちゃうんですよね。解説をしてしまうんですね。聴いてほしいからなんか、うん、説明したくなっちゃうんですよね。それでやっぱり言うからには楽しんでもらいたいとかね、うん、思いますしね、うん、そうなるとああいう喋り方になるっていうか、ね、あれはなんかこうとっさに出てくるんですか、それとも前の日から仕込んどいたりするんですか。仕込む時もあります。もうこのキーワードは絶対言おうとか。なるほどなるほど。でも意外になんか前ライブでやった時にこれ言ったら受けたよなみたいなのが記憶にあって、それって同じようにやっても受けませんね。なぜか。その時によりますよね。不思議ですねあれね。だからその空気みたいなのが。受けなかったことがまた別の時にやるとね。またね。受けたりとかね。そうなんですよ。やっぱ空気なんでしょうね。なるほどなるほど。無理やりやってもダメで、うん、ここだっていう時にスッと出た方がやっぱり見てくれてる方も自然にね、なんか受け止めてくれるというかね。やっぱこうミュージシャンの方、そのさだまさしさんでも谷村新司さんでも、その MC がね、うん、すごく面白いですから、早野さんもものすごく面白くて、うん、面白い、松山千原さんのモノマネとかいろいろやってくれるんでね、これが楽しくて僕ら見に行っておりますけどもね。そうですね、はい、もう続々となんかいろいろ来てますよ。はい、じゃあすごいです、ね、ひとみ城、じゃあ引き続きじゃあご紹介ください。はい、はい、みーみーさん、みーみーさん、みーみーさん、やった、ありがとうございます。ミーミーさんとはひょっとしてあの美人のミーミーさんですかね。美人のミーミーさんです。間違いないですよね。美人のミーミーさん、ありがとうございます。ラグモ社長ひとみんさん、お疲れ様です。今日もひとみんさん可愛い、 ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はやどんさん、 MC のお二人と楽しんでください。 ありがとうございます。ミーミーちゃん、ありがとう。ミーミーさん、今日はですね、はやどんさんの髪型に注目していただきたいんですけど、いつもよりちょっと曲がってるんですよ、はい、頭頂部が、はい、わかりますかね。ハヤドンカメラでちょっと寄っていただけますか。ハヤドンカメラ寄れませんか。あ、寄りました。曲がってますよね、はい、僕もこう頭頂部曲がってるんですけど、はい、これを担当したのが江中ひとみさんでございます。はい、ひとみん美容院で楽屋でね曲げてくれましたけど、やってどうですか、その曲がった感想は。最高です。最高です。なんかいいですよね。最初怖かったです。だいたい160度の熱で曲げてみました。はい、はい、いいですよね、なんかすごいナチュラルな感じでね。失敗作成功、大成功、失敗とは言えないよね。これからも2人のヘアメイク担当させていただきます。ありました、よろしくお願いします。風呂に入らず寝ます、これで。このまま頭洗わず、なんか楽しくてね、もう一晩中喋ってたいんですけど、いろいろね、あちらの乃木坂系のプロデューサーがもう時間になんかいろいろうるさいんで、今日は延長あり、あ、ダメ、あ、ダメって言ってます。厳しいんで、綺麗な顔してるんですけどね。ここでね、その辺は厳しい。放送局は乃木坂系の顔立ちとジャニーズ系の顔立ちばかりばかりですね。そうなんです、ね、びっくりしますよね、さっき楽屋に打ち合わせに来た時に、え、ねね、放送局のタレントさんかと思います、ね、ね、女優さんか歌手かなと思うんですけどね、いや、人材揃ってますよね。はい、じゃあ続けていきましょうか。はい、はい、なんか写真も送ってくれてるんですね、嬉しいな。
はい、これは横様です。横様様、はい、ありがとうございます。はやどんさん、ご出演おめでとうございます。今年初めてのライブ、楽しんだのははやどんさんの中野名曲堂のライブでした。とっても楽しめました。お超満員でしたね。お、ありがたいですね。本当でしたね。ありがとうございました。いっぱいお席切れなくて、ね、帰られた方もたくさんいらっしゃったということでね、ぜひまたその辺はハイドンさんの SNS とか見て事前にチェックしてね、早朝から並んでいただきたいと思いますけど、そうです、ね、中野名曲堂の模様が、もう一つあります。こちらの CD にもなっております。はい、はい、We Love Hitomi。 おお、これはヒトミンのことを歌った歌なんです。そうです、はい、そうです。号泣しました。 We Love ヒトミンですよ。ねえ、ありがたいじゃないですか。ありがたいです。拝まないと。ありがとうございます。心を込めて作りました。じゃあハイドンさんがね、中野名曲堂で We Love ヒトミンを歌ってるシーンをご覧ください。どうぞ。いつも笑顔でそばにいる可愛いあの子、その名はひとみん。太陽のように明るくて元気をくれる、その名はひとみん。いじられることも多いけど、そんなことも気にしない、なぞなぞ答え先に言っても、そんなことも気にしない。それではなぞなぞです。お正月に角にあるさあ今ねワイプの方に入りますけどね。食べたいものは何でしょう。何でしょう。そうですよね。角松以外に答えはこれが We Love ひとみんという歌なんですけども、実話ですからね。私が作ったわけではありません。こうやってその歌のタイトルになるってすごいことですよ。なかなかないですよね。あのタイトルにこう人の名前がつくっていうのはね、ロール・オーバー・ベートーベンとか、なんかビートルズが歌ってたりとかありますけど、ジュリーがライバルとか。ハヤドンさんに感謝です。いえいえ、もうこちらこそ。ハヤドンさんがこの歌で紅白に行ったらどうします？We Love ひとみん、ひとみんってふうみたいな感じになるわけですよね。ぜひ、ね、横様がね、はい、あの毎日、夢デザインと We Love ひとみんを聞いてますって。おお、わ、すごい、ありがとうございます。楽しい時をよろしくですって書いてます、はい、嬉しいですよね。ありがとうございます。あのこちらがね、はい、そのあの僕が初めて出させてもらった CD なんですけど、はい、これを作ってくれたのが、うん、今日来てくれてた少子ないさん、少子ないという、山形弁で、恥ずかしいなっていうような意味らしいんですけどね、少子ない、はい、もう少子ないさんがね、もうちょうどね、あの1月7日に中野名曲堂を出させてもらうんで、もうそれに合わせて CD をって、もう12月もだいぶ押し迫ってからそういう話になってしまって、でもプロの方に頼んでも、もうね、もうその年末年始だしとか、費用はどのぐらいかかるんだなんていうことを言ってたら、あとそのね、由美さなさんからもね、あの少子ないさんだったらきっとやってくれますよってこう繋いでくれて、それであの少子さんがまたね、もう僕はそれからもうメールだけのやり取りだったんですけど、もうすぐにあの分かりましたと引き受けてくださってですね、もうあっという間にもう年内に作ってくださいましてね、もう本当にね、あれがあったから名曲堂でもね、あの披露できましたし、もう本当に皆様のおかげで、いい体験ができました。本当にありがとうございます。こちらのね CD は今も名曲堂さんの方で販売されております。これ1枚おいくら？税込み1000円で、税込み1000円でございますのでね、まあ、1人1枚2枚3枚4枚、はい、ぜひ皆さんご購入くださいませ。もう なんていうんですかね、永久保存用とか、そうですね、鑑賞用とか、鑑賞用、カラス用系とか、いいぜ、こうメルカリ用とか、いろんなことでね、使ってメルカリ用メルカリ用
いや、おそらくメルカリでは相当の値段がついてると思いますけどもね。もう全然ないと思いますけど。メキュードにはひとみんの CD も並んでおりますので、そして弓佐野さん、そして、怪人同盟の CD も並んでおりますので、ぜひぜひぜひ中央線沿線の皆様お立ち寄りください。もういろいろね、来たことは山ほどあるんですけれども、なんとすごいボードを早田さんに持ってきていただいたので、これをご紹介しないことには、じゃじゃーん、ちょっとね、はい、あの大きすぎてなんか大変申し訳ないんですけど、はい、早野カメラに今切り替わりました、まあ、これよくね、あのおそらく見えなくなってしまったと思うんですが、細かい文字は読めないと思うんですけど、ひとみちゃん、これは何が書いてあるんですか？これはですね、年表なんです。早野年表さん、はい、早野さんは1962年昭和37年に生まれてるんですね、はい、これは出生地はどこですか？新潟です。新潟で生まれて、こうずっとこうね、せっかくのいい顔が見えなくなっちゃうから、この辺にしながらですね、はい、はい、どうでしょう、今日まで60年間ありますけども、はい、こう簡単に追っていくとどの辺がポイントというか何かありますか？本当に去年ですけどね、あの、はい、僕はあの60歳、還暦になりまして。見えないですよね。いやいやいや、16歳かなと思います。いや、とか自分でも信じられないですね、はい、なんかね、自分があの還暦とかつってもね、はいはい、もうなんかびっくりするんですけど、でもそれで、僕誕生日6月なんで、還暦ライブをやろうっていうことになりまして、これも弓佐野さんからね、なんかもう何かやった方がいいよと、還暦、うんうん、はもう一緒に一回だから、うん、そりゃそうだなと思ってね、まあ、そうですね、3回だったら大変ですよね、もう思い切ってね、はい、うん、それでね、いろいろ考えた中で、あ、やっぱり自分の60年を振り返ろうと思って作ったのがこれなんです。すごいですよ、こうやってちゃんと覚えてるっていうのはね、普通60年もいけるとね、忘れちゃいますもんね。いや、だから結構怪しいのもある。昨日のこと覚えてなかったりしますけどね。もう子供の頃はね、もう親の関係で転校ばっかりで、はい、小学校は5つ行きました、はい、山口、福岡、東京、沖縄、名古屋、うん、もうほぼ1年交代で転校している感じでね、うん、それで自分も結局、転勤の多い会社に、全国規模の会社に入ってしまいました。またそこから、千歳に行って、名古屋に行って、大阪に行って、うん、それからまた転職したら、今度は天草に行って、うん、福岡に行ってと、もうなんか結局全国で、沖縄も住んでおりましたから、まさに北海道から沖縄まで、今日見てくれてる方に北海道の方もきっといるし、天草や、それから沖縄、石垣、もうそういう、もうたくさんの知り合いの方が全国にいましてね、うん、もういろんな出会いがありました。で、すごいですね。で、やっぱり文字がちょっと小さいんで、あれで、はい、天気というのはね、もうここで赤線を引きましたけど、2012年、早野さん、50歳の時ですね。そうですね、はい、まあ、たまたまこの年だったんですけど、この時にボーカルトレーニングを真剣にやってみようと思った年なんですよね、うん、で3年間かけて資格を取って、はい、それからはもう流れるようになんかこう歌の世界に入っていきまして、今や日本を代表するシンガーソングライターとして、ね、活躍されている、いえいえ、もうとんでもございま す、ね、ございます。この年表ね、もう気がないんであれなんですけども、はい、ありがとうございました。素晴らしいですよね。素晴らしいです、ね、ちゃんと日記とかに書いてらしたんですよね。書いてますよ。早野さんはですね、ものすごく几帳面で、そう、株式会社ナウンドー手帳というのをね、はい、利用してものすごい細かく書かれてるんですよね、今日はもうお持ちじゃないですか？あ、今日ね、ちょっとね、控え室に置いてきてしまったんですけど、はい、もうびっしり書かせていただいてます。こちらのね、はい、手帳なんですけど、こういう手帳にもこと細かくね、はい、まるで米粒に文字を書くしていますけど、そんな感じにもうたくさん文字を書かれるんで、まあ書き損じた時のためにもう一部差し上げたいと思います。ありがとうございます、はい、あ、すみません、ありがとうございます。そしてね、いただいちゃいました。いろんな演者さんがこうブッキングして出るじゃないですか。そうすると早野さんは一人一人のね、特徴だったりとか、歌のお名前とか、そうですね、全部記録されていて、すごいなっていつも思うし、あれどういう風に書かれるのか心配になってね、ちょっと覗いたりしますけど、僕もね、それね、そう思われると思ってね、気をつけてます。なるほど。悪口は書かないように、絶対悪口は書かない、悪口は書かないように心がけてます。まあそういうもんですよね。すごい、というのもね、あれやるとね、やっぱり、ね、逆に真剣に 見れるんですよ。ただこう見てると、うん、なんとなくこのおざなりになっていくんだけど、うん、やっぱりその1曲目何歌ったな、うん、で途中で何やったなとか書いていくとね、うん、こっちもね、のめり込んでいくんですよね、うん、相手のパフォーマンスに、うん、
だからあれはねおすすめです。なるほど。あの何かメモしながら見るときはなんかねこう見ながら、ここが良かったとかねそういうこと書いておきましょう、はい、誰に見られてもいいように悪口は書かない大事でございます。悪口は書かない方がいいですよ。はい、ハイロさんもねライブとかイベントをご覧になりたい方多いと思うんですけども直近の情報こちらでございます。はい、はい、こちらはね今度の土曜日、はい、あのイベントというより僕らが仲間でやってるやってるこう普段やってるね、まあ、イベントなんですけど、はい、僕はチューブの大ファン で全国にもたくさんチューブファンいると思うんですけど、まあ、そのうち身近な東京周辺にいるみんなでね毎月月始め、第一土曜日に、うん、チューブの歌限定のカラオケイベントをやろうよと。でその場所は中野新橋にあるステップワンというスナックなんですけど、はい、そこのママがやっぱりチューブファンで、だからもう貸し切るわよと、その日はもうチューブ限定よと。でもう一般のお客さんがもし来たとしてもチューブの歌しか歌えませんということでやらせてもらう、はい、じゃあ、はい、チューブファンの方はぜひこちらの方に来てください。ぜひぜひ、はい、そして、もう一つ、はいはい、もう一つはですね、これはね、これはぜひ皆さんに来てほしいんですけど、はい、すごいですね、手書きで3月21日祝日、こちらがね、藤沢の方にあるライブバー湘南ビットというところなんですけど、そこで、やはり海をテーマにしたミュージックフェス、これはもうどなたでもチューブファン以外でも、もう来ていただけます、見ていただけます。で出演としてはチューブのコピーバンドの最高峰と言われるオアシス、そして、チューブライダース歴25年の私ハヤドン、その他となっておりますけども、実際は誰が来るのかよく分かりません。一番重要なのはここです。詳細未定。なるほど。もう、はい、まだ決まっておりませんのでね、また決まりましたら詳しくご案内します。まあ、予定調和のね出来レースじゃないということで来てみるとものすごいいいことがあるというね、このイベントにぜひ来てください。はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。素晴らしい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあここで、ひとみの曲をじゃあ一曲いきましょう。はい、はい、シネマが泣いた夜、どうぞ。男の声どうしてポニーテールが好きなのよ。映画なんて大嫌い、所詮作り物、スクリーン映る女優なんか私を見たら泣き出すわ。正義なんて誰のもの、毒を吐いてみる悲しみ拾い2時間後に笑顔になれるわけがない。2点3点暗転一つき解けない連立方程式、ポポン見ても頭の中何も入らない、映画館の隅ハンカチ握り、はい、夢見ることを諦めて、いくつ夜を語る、はい、初版の事情で、ね、シネマが泣いてるワンコーラスということですけど、はい、フル尺を聞きたい方はじゃあ YouTube をね、ご覧ください、はい。
じゃあここで番組の、視聴者プレゼントをお届けしたいと思います、はいはい、鳥越あずり流星ラジオ。この番組は世界中に配信されております。北はカムチャッカから南はパラグアイまで世界144の国と地域、はい、約何人の方に、はい、2名の方に2名本当かよはい、ご覧いただいております。今日の視聴者プレゼントはこちらでございます。はい、はい、ひとみちゃんは英検3級でございます。はい、英検3級なので、英語はペラペラでございます。ナタミラクル瞬間英会話、英語で大切なポイントはたった3つです。ひとみちゃん何でしょう。発音主語時制です。はい、この3つを抑えればあなたもハヤドンさんのようにネイティブスピーカーになれるということでございます。 Yes, you can. はい、ウィラブひとみ、ウィラブさん、こちらの本を今日は、ハヤドンさん出演記念ということで何名の方。8000名の方に来た。8000いきますね。いきますね。はい、じゃあ8000人の方にこちらの本をプレゼントしたいと思います。はい、じゃあ応募の、こちらですね、画面が出ました。はい、東京都新宿区山吹町361株式会社ナウンド鳥越あずり FM プレゼント係までご応募ください。はい、完成ハガキでご応募ください。まだまだね、たくさんメッセージが来ているので、ありがとうございます。ご紹介したいと思います。はい、これ火星人さんです。火星人さん、ありがとうございます。2度目、はい、ね、はい、RC サクセションが当初売れなかったのは、清志郎がトークがダメだったからと言われています。ハヤドンさんはトークは素晴らしいですね。ありがとうございます。トークもいいしね、歌もいいし、歌もいい、顔もいいし、可愛いですよね。そう、この顔はやっぱりすごいですね。天は二物は大事ってよく言いますけど、3、4、5、6、結構ね、もらっちゃいましたね。恐れ入ります。そうめんなんかシーチキン入ってないですか。いや、そうです、あれだ、あれが良かった、あれが良かった、テカテカ油分がね、油分がね、あれです。で、はい、母さんありがとう。はい、ペンネームバレンティンさん、バレちゃんどうもありがとうございます。ウィリアム・素晴らしいですね、感動しましたよ。ありがとうございます、バレンティンさん。はい、ナグモ社長、そしてゲストのハヤドンさん、今日は楽しみにしていました。真っ赤なお洋服がとっても似合ってますね。ハヤドンさんに質問です。歌声の声量が素晴らしいんですが、どのようにしたら出せますか。もうね、思いっきり歌うことです。とにかく、うん、思いっきり加減しないことですね。うん、そうです、うん、遠慮しない、遠慮しない、もう好きなように、あの音程が外れても、はいはい、声がひっくり返っても思いっきり歌う。声帯のね、うん、カタパルトを解き放って歌いましょう。はい、そうです。あともう一方ですね、はい、ペンネーム黄色いくまさん、黄色いくまさん、さんです、うん、ひとみなぐも社長、はやとんさん、素晴らしい流星ラジオありがとうございます。ありがとうございます。放送内容はガチで素敵な感じで良かったですね。気温差があるので体調に気をつけてくださいねっていう優しいお便りでした。すごい、気をつけて、いっぱい来てますね。 ありがたいですね。すごい、こんなに、普通こんなに来ないですからね。そうです、素晴らしい。今日はひとみちゃん大活躍ですよね。普段はね、はい、1通か2通ですからね。そう、はい、今日はもう150を超えるメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここでひとみん情報を参りましょうか。はい、はい、でまずは、2月になりました。2月12日はやどんさんも毎回ご出演いただいております。はい、ひとみんパラダイス、これはなかなか長いんですよね。お昼の12時、今回はもう11時ぐらいから始まります。終わりは、午後8時、10時間ぐらい、そこまでやんない、そうそうそう、まあそのぐらいやってるというね、長丁場でございます。ハイドンさんもご出演なので、ぜひ皆さん来てください。これをメモするといいんですよ。もう15分交代で次から次と出て、はい、30組ぐらいの方がね、ご出演されるので、それぞれのアーティストさんを引き込まれます。3時間4時間出すとね、もう忘れちゃったりしますから、うん、こう書いておくんですね、はい、なんかね、顔の特徴とかそうですね、もうね、なんか面白かったこととかね、なるほど、髪の毛が曲がっていたとか、いろいろ書くわけですよね。悪口は書かないです。悪口は書かないです。いいとこ、そうですね、でもやっぱりこういいとこを見るって大事ですもんね、うん、はい、はい、さあそしてひとみんコンサート花、これはね、2、3回行われております。東中野で行われているひとみんのワンマンライブでございます。うん、スコアペアさんというね、キーボードプレイヤーとマリリンさんという、コーラスのお嬢さんと一緒にやっております。こちらの方も、楽しみにしてほしいと思います。3月12日、はい、日曜日ですね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ
とは告知はなかったですかね。そうですね、はい、いいですね、目白押しですね。いろいろ春になるんでね、またイベントも増えて忙しくなってくると思いますけど、うん、あ、そうです、今、バックに流れています最後のエンディングの BGM はジャスミンダイアリー、うん、これがなんと、なんと日本とブラジルで1位ですよ、すごい、地球の裏側で、ね、初めて見て、ね、ひとみちゃん、なんかブラジルで謎かけできますか。ブラジルとかけまして、はい、ブラジルとかけまして、赤ちゃん届きます、うん、はい、赤ちゃんのそのところ、赤ちゃんのものまで、はい、似てますね。おはい、それ謎かけなんだ。謎かけ、はい、はい、ちょっとブラジルとかけました、はい、赤ちゃんとっときます、はい、そのところは、はい、どちらもサンバが大事でしょう。はい、サンバ、そういうことですか。はい、今回もね、最後までお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ世界144の国の皆さんに御礼の気持ちをもう一回謎かけてお願いします。はい、今日ご覧くださったリスナーの皆さん、はい、それで会場にお越しくださった温かい皆さんとかけまして、かけまして、はい、お腹の大きくなった公務、あ、女子社員さんとときます。お腹の大きくなった女子社員さんとときます。はい、その心は、はい、Thank you, t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 hank you. ありがとうございます。